はい、皆さんこんにちは、たつうやです。本日も二の国実況してまいりたいなと思います。で、前回はね、やっと三国を救ってね、かつて栄えたこのモーヤっていう、なんか王国があったみたいなんですけど、それが多分ここなんだろうね。ここに来ればその心の謎とか聖杯の謎がわかるんじゃないかなと思います。じゃあ行くぞ。ああ、記憶の祭壇、なんかしっかりと古代文明やってるな古代文明やってるなっていう感想もおかしいけどこの祭壇は、植木鉢、なんやねん、まったくこの子はいつも適当なことばっかやな。見て、あそこ何かを捧げるところかな。何捧げる、あ、お花を捧げるってこと。だから植木鉢なの。ま、とりあえずここはなんか置いてみるパターンやな。ええ、もしかするとこの祭壇は、なんだよ、言いかけるなよ、ちゃんと言えよこの祭壇は何。あ、なんかこれあれじゃない、ほら、各3つあるから3つのお花を捧げるとかなんかじゃないかな。はい、ほら、記憶の祭壇をに捧げますかと。へえ、お、すご、あ、面白い、なんかゼルダのブレスオブザワイルドみたいすごい、こういうのなんかワクワクしますよね。それにしてもここからの景色絶景だな。ね、めっちゃいい景色じゃないですかこれ。写真とか撮りてえな。映えスポットですねここじゃあもう一つ。よし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 、さあもう一個。すげえな、ここ気持ちよさそうだな。インドとかに旅したらこういうとこあんのかな、まあ、このご時世なんで旅行とかはなかなか海外旅行できないですけど、俺のこと誰も知らないところに行きたいな。あ、全然病んでないですよお、心の赤い花がほんのり光ってるね。はい、さあどうなるこれで。3つのお花が捧げられて、あ、それだけ、真ん中に乗れってことかな。ジャンプ乗れないおー、なんだ何が起こってんだ。皆さん気をつけて。え、ようやく出会えた。あー、レイナス、ココル、どうしたの。ずっと待っていました。1万年だからな、このモーヤの地で。モーヤやで。やはりこの大地があのモーヤ王国。おい、知ってたのか。いえ、確信は持てなかったのですが、ただ兄さんも見たはずです。この島に点在するあまたの遺跡、少なくともかつて何らかの文明が存在したことは明らかでしたから。確かに。それよりもさっきの声や、俺の予想が正しければやな、あれこそレイナスだよ。そうや、あの花の女王さんやろ。私の花に導かれたあなた。ほらなみんな静かにして、私たちに伝えたいことがあるみたい。待ってた。でも、もう私は空、この場、急に電波悪くなったな。最後のことを、間に合わなかった。いくら待っていても誰も私の前に現れません。だから私は昔の出来事を思い返すだけになりました。楽しかった日々を思い浮かべて、寂しさから逃れようとしたのです。1万年は持たないだろう。それもどれほどの年月が過ぎたのでしょう。そしてあの日、
レイナス女王かわいそうだな。あなたは私？あ、ココル？どうしてここに？あなた誰なの？どうして私の前に現れたの？わかったわ。いや、なんか言えよ。私は責めてるのね。え、何？みんなを死なせてしまった私は。何？もう一人の自分を作り出してしまった？だったらこの1万年の間に。だったら消してやる。ん？そうよ、消せばいいのよ。え、なんか闇落ちしてない？あの聖杯で消さればよいのだ。あ、この声、あー、お前か。灰の女王、灰の女王、お待ちしておりました、女王陛下。美しき聖杯により世界は一度滅びを迎えた。何、闇落ちしちゃったの？レイナス女王は。私こそが世界を終わらせる女王。それにしては性格変わりすぎじゃない？我々が世界を管理し、何度でもやります。この聖杯の力で。ではこれより評議会を始める。はあ、評議会はあの死んだやつらなのかな、それとは別なのかな。なんや今の。灰の女王ってレイナスか。おいおい、とんでもねえ女王じゃねえか。俺たち騙されてたのか。それにレイナスの前に現れたのってココルちゃん。あー、だからあれかな、レイナスにとっての両親というか、なんかそのなんだろう、民を思う心だったりとか優しい気持ちみたいなものをこう分離したのかな。それが具現化したのがココルちゃん。レイナス苦しんでるの、ずっとずっと苦しんでるの。お願い、みんなレイナスを。黙れ。おうおうおう、怖い怖い怖い。ん？レイナス出てくる？ねえ、あれ。え？ああ、ここにあいつらいるのか。宮殿が空を飛んでやがる。少女、またもや我々の邪魔をするというか。またもや。レイナス、よもや美しき聖杯を消し去り不完全な世界を救うとは。聖杯？まさか。そう、私は灰の女王、世界を管理する、うん、世界が終焉へと向かうのは管理者としての決断、もはや覆すことなどできぬ。灰の女王。あいつがラスボスか。ちょっとマジでもう本当に最終盤なんだろうな、この辺りって。ああ、カウラさん乗ってこの船大丈夫？大丈夫？速度遅くなったりしてない？皆さんお集まりいただき感謝いたします。うむ、こんな高い場所に呼びつけるとは、何か重大な要件があってのことじゃな。なんかニャンダールも十分でかいはずなんだけど、めちゃくちゃ小人に見えるな。ええ、この二の国に灰を降らせた張本人、それがついに明らかになったのです。そのものとは、あの空に浮かぶ飛行宮殿の主、灰の女王。そのものが諸悪の根源というわけか。なるほど、防具の皇帝よ。それでミーたち三王家が共に戦う日が来たというわけじゃな。その通りです。ぜひ力を貸していただきたい。ええ、今こそ二の国に生きる人々の力を結集いたしましょう。私も賢者様の言葉にこの胸が熱く燃えてきてるわ。なんかカウラさんは普通にファンだから気持ちが高ぶってるとかそういうことじゃないよね。ラースのプラン、すぐに国を挙げての戦闘準備に取り掛かりなさい。ブーブーとドカドカに、もちろんバンバンも用意するのよ。わかりました、女王様。おお、ミーも負けてられんな。すんごい兵力を整えてこようぞ。ええ、三王家の力、この総攻撃で一つにしましょう。とは言っても向こうなんか空にいるしな。
戦えるのかな彼ら。うわなんかもう見てほら、いよいよ最終決戦、準備を整えようだって。うわー、ついにそういうところまで来たか。 HP と MP 全て回復、セーブもしておきましょう。んじゃあようこそ、みんなお忙しだろ。しかしな、準備の段階で体力を使い果たしちゃしょうがねえさ。いいか、お前さんたちは主力なんだ。準備は他の連中に任せとけ。決戦は明朝だ。今日んとこはゆっくり休んでくれよ。寝床は用意してるぜ。ガハハ、もう寝ちまうってか。だいぶ空明るいけどな。決戦に備えて休みますか。はい。よし、今のうちにゆっくり休みな。うわー、とうとう最終決戦か。なんかワクワクもそうだけど、終わりに近づいてる悲しみがどんどん溢れてくるな。おはようございます。あ、おはようございます。我が防具帝国はこの度の総攻撃のために新たな力を戦力に加えました。ん？その名も小型戦闘用飛行艇イベリコファイター。なんかイベリコって名前にいい思い出がないんだけど。三王家の力を合わせ飛行宮殿の機能を麻痺させます。そして二度とあの忌まわしい聖杯を振らせないようにしなければ。はい、ラスさん、総攻撃は間もなく開始です。オリバーたちの準備ができたら合図をください。その時はいよいよ総攻撃開始の時です。わかりました。わあ、いよいよだな。大丈夫や、俺がついとる。ずっとなんだっけ、なんとかウォール。ティアウォールか。ティアウォール毎ターンやってほしいな、しずくには。あれ、君らもいるやん。おお、しずく兄さんやん。おい、お前ら何してん。見ればわかりますやろ。ジャボーの城に攻め入る準備ですわ。なんやて、ジャボーとの決戦に向けましてね、いろんな武器をね、揃えてきたんですわ。なんやて。なんやてしか言ってないな。あれから数ヶ月、ようやくジャボーの城を突き止めましたね。ほら、あのごっついつの生えとる城。いや、もうなんか情報が遅すぎんだよな。な、自分らずっとジャボを偵察しとったんか。もちろんですわ。え、それだけ。あのな、言いにくいんやけどな、非常に言いにくい話やねんけどな、言ってやれ。あれ、ジャボの城ちゃうで。なんだこの茶番。いや、話せばえらい長なるんけどな、ジャボとっくの昔に倒してもうてん。はい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 。ほんまかいな。俺らのこれまでの苦労は何やったんや。ほんまやで。でもジャボじゃないと、今も決戦の前だからさ。ジャボじゃないけど、二人が用意してくれた武器もきっと役に立つはずだよね。え、何、なんか売ってくれる武器とか。お前、ええ子やないかい。よし、ニコ、お前の夢やったろ。兄さんたちに俺らが用意した武器を役立ててもらうんや。ああ、せやな。武器屋を営むようになった。うん、いや、ただでくれよ。なんで代金支払う必要があるの、この最終決戦の時に。え、金取るんか、この流れで。いや、ほんとよ。兄さん、使えそうなも集めてきましたね。あ、こっちの話かけんだね。兄さん、なんか必要なもありますか。これ集めるのにだいぶ費用かかってるんで、お代金をいただきますけどね。やっぱり商売根性がすげえな。あー、やっぱりなんかすごい強い武器ではあるね。うわ、これとかめっちゃ欲しいじゃん、オーガックス。あー、この辺はマジ必須なんだろうけど、高すぎない。そんな高い。なんか防具の方はまああれだけど、アクセサリーとか俺めっちゃいいじゃん。ちょっとアクセサリーは欲しいな。はい、世界救います。君ら何やってんの。オリバー、今度こそ最後の戦いだよ。もちろん私たちはクロちゃんに乗ってあの宮殿に行くんだよね。はい。おい、聞いたか、帝国の最新兵器イベリコファイター。まさかこんな秘密兵器を用意してるとは、この戦い勝てるような気もしてきたぜ。どれだけ役に立つか分かんないけどな。そしてニャンダール国王がここ歩いてるのシュールだな。こんにちは。この飛行艇にずらりと並んだ大砲は見たか。決戦の時にはミーが指揮を取るからな。
あの憎き灰を降らせた女王とやらに目にもの見せてやろうぞ。なるほどね、頼もしいね。ラーサに話しかけると話が進むのか。でカオロ様はカオロ様のお体が見えないんだけどカウロ様はどっかに行っちゃったのかなって思ったら、君クランじゃないか。おはようございます。いよいよこの日が来ましたね。我が国の魔法の放棄に乗ったクラフター部隊はなかなか優秀ですから期待していてください。魔法の放棄ね。あとはココル、レイナス、宮殿で苦しんでるの。オリバー助けてあげて。うん、分かってる。僕たちは最後まで諦めないよ。まあ多分レイナスの両親の具現化したものがココルなんじゃないかなと予想しております。ソロン、バナナ売りは順調。三国が手を取り合い共に戦う、今までには考えられないことだ。一つながりの笛、本来ならばこんな時にこそ吹くべきものなのかもしれないな。君はなんか純粋にまた丸に活躍してほしいだけだろ、娘に。じゃあこんな感じかな。じゃあラースに声かけるか。準備よろしいですか。それでは開始いたしましょう。飛行宮殿への総攻撃を。いっちょやったるか。皆さん、時は来ました。うん、これより灰の女王の宮殿に進撃いたしましょう。いいぞいいぞ。リボン、大丈夫、僕たちを信じて。あ、すげえ、紅の豚みたい。いけいけ。おお、うん、食らってる。これバリアとかない。あ、ちゃんと食らってるんだね。もう一発だ。おい、なんか一方的すぎやしね。うん、変だよ。なんかね、お、どうした？僕も行く。ちょっと、私も。おい、しょうがねえな。待て待て、主役を置いていくな。いや、脇役だろ。みんな、準備はいい？おい、本気で出発するのか？あの砲撃の中を。じゃあ、降りる？バカ言うなって。待ってください。私も、皆さんの仲間です。確かに。でも君葬式取るんじゃないの、ここで。大丈夫。はい、あれもニャンダールがやればいいのか。黒、よしお願い。あー、黒かわいいな。黒に美味しいもの食べさせてあげたい。溢れ出る母性。よし、おーおーおーおおお、すごいな、なんか最新技術を集結してるみたいな。白の宮殿。おい、あんだけの攻撃でビクともしてねえぜ。確かに。やはり聞いていませんでしたか。しかし良いのです。あの作戦の本当の目的は二の国の人々の気持ちを一つにすること。あ、そうなのか。さ、作詞ラース。いざって時にも臆病なのから。諸葛孔明。いや、俺はな、人より慎重なだけなんだって。みんな。うん、そんなことしてる場合じゃないよ。この先に灰の女王レイナスがいるんだ。うん。レイナス。じゃあ灰の女王から二の国を救えか。一応あれだね、ここの黒に乗ればまた戻ることはできるんだね。ひどそうな宮殿やな。地図を見ながら進むしかないな、これは。チーズ、うん。じゃあ、お、お、え、ちょっと待って、このロボットって今までいろんなマップで壊れてたあのロボットなんじゃないの。え、何、こいつらと戦ったりとかする。怖っ。急に動き出したら怖いんだけど。あ、セーブポイントある、助かる。じゃあこの左とかも行けるみたいだね。
あーなるほどね、そういう道になってるんだ。なんかいるな、見つかった。ネームーン、やっぱ新しいダンジョンに行くとこうどんな敵がいるんだろうってのが楽しみですね。なんかこのゲームは本当にマップのおかげで迷わなくてよくていいな。なんかバック攻撃食らったらめちゃくちゃ秒でやられた。あーなんか久しぶりに全滅したな。やっぱりちょっとここ魔物強いっすね。これちょっとこのままだとラスボス勝てないんじゃないかな。ということでちょっといろいろとやってからまたここに来た方が良さそうだな。一旦エスケープ。ちょっとレベル上げとかをしてからまた来たいなと思います。あ、なるほど、黒に乗るしか宮殿から出る方法ないのね。じゃあちょっと行けるかどうか分かんないんですけど、あ、そっか、ここで、そっか、黒に乗ってると魔法が使えないから、あ、これあれだな、他のマップに移動するのめちゃくちゃめんどくさいな。もうこの辺でとりあえず一旦降りて、でテレポートでちょっとまたパンドラリーフやってみようかな。次は A ランクだっけ。それにしてもこいつらのんきだな。今三国の王様が力を合わせて総攻撃仕掛けてるっていうのに、てかココルもなんか頑張れよ。はい、上司元気。 A ランクっすね。あ、あれ、なんかこれまでは3回目が最終戦だったのに、さすがに A ランクともなると4回戦うんだな。はい、さあどうだろう、そろそろこの辺もクリアできるのかな。まあ、S ランクはさすがに無理だと思うけど、まあ、斉藤さんも入ってね、戦力的にはだいぶ強くなったので、あ、お前らか。豚マスク愛好会。我らは豚マスク愛好会。この鼻がないと落ち着かないのだ。もうね、ラースもかぶってないんだから外せばいいのに。徹底してるな、イマージェンも相変わらず。ここに出てくるやつらは。はい、叫び、よし。あ、やばい、やっぱ強えわ、 A ランク。今のでマジで全然ダメージが与えられない。うわー、これクリアできるかな、 A ランク。 OK、 まあなんか食らうダメージは少ないけど、なんか敵がだいぶタフになったな。よし、ウィナーって言いたくなりますよね。ふははは、顔が見えないから負けても恥ずかしくないのだ。ブヒー。2チャンネルかよ、お前ら。匿名で。次は私たちが相手よ。憧れは天空人。私たちは天空人に憧れる3兄弟。どう、この晴れの飾りよくできてるでしょ。なんか、世の中いろんな人たちがいるなぁ。あ、レリック持ってる。なんか、一番右のやつ、カマジーじゃないこれ。千と千尋の神隠しに出てくるカマジーだろ、一番右のやつ。野生の竹び。ほら、もう全然食らわねえもんな。あ、カマジーのスパーク。まあ、そんなにダメージは食らわないんすよね。やっぱこうフォスで噛みついちゃうな。いつも通り。みんな攻撃シフトや、ガンガンいけ、ガン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 いったれ、ガン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 。いや、野生の竹ビーも一発。
よし。まあなんか時間はかかるけど勝てなくはなさそうだな。かまじいにしか見えねえな。おいおい、よし。あとは袋叩き。よっしゃ。いいね、斉藤さんかっこいいな。まだまだ天空人になりきれてないわね。ここはどこだ。アルテナ兵、アルテナ兵士団。ん、我らはアルテナの兵士。ん、我らと戦おうというのか。いいだろう。だが容赦はせぬぞ。強いのかな。おーおお、なんか見た目は強そう。あー、ツクーンがいる。あ、そっか、この世界だとハサードか。野生の焚き火、真ん中のやつだけ強そうだな。思ったけどこれなんか召喚魔法で乱れ切りとかした方がなんか一番ダメージ与えられたりするんじゃないの。いっけー、かっこいい。こいつビジュアル好きなんだよな俺。オッケー、あんま効か、あんま効かなかった。よし、ナイス回復。うん、やっぱ時間はかかるけど勝てない相手ではないな。悪臭。ああ、毒になった。さらに毒の影響してくる。意味あるそれ。オッケー、まあボスっぽい道を倒したからあとは余裕っしょ。あ、やばい、切れる。切れた場合はひたすらオリバー守る、そして回復させる。気づいたらジャイロが死んでる。おい、ちょっとジャイロ、ジャイロ何死んでんねん。あ、ちょっとあれか、もう MP がなくなった。みんな、うわやばいな、 MP の回復できないんだよな。これちょっと A ランクまだ早かったかな。あ、なんかしびれてる。劣化切り。ルッチかわいいな。ガルッチだけど今は。た勝ったはいいんだけど、ちょっともうみんな MP がないんだよね多分。回復されないよね。うーむ、なかなかの腕前。ところでここはどこなのだ。よく知らないところで戦おうという気になったな。あ、え、無事にここまでたどり着けたようだな。そ、ソロン、ソロンと戦うの。はっはっは、驚いたか。ポコロ様にお前たちの相手をするよう頼まれたんだ。昔ポコロ様からいただいたこの3匹で賢者としての実力を見せてやるぞ。3匹ってもしかして、あーやっぱりあの時選べって言われて適当に選んだけど一切スタメンに入ることもなくいなくなったやつらだ。ちょっとほらもうみんな HP ないじゃん。勝てねえよこんなの。ちょっと、いやーちょっと A ランクはまだ早かったか。いやなんかこう普通にね1対1体は勝てそうだけど、この MP 管理が難しいな。だって今あれでしょ、俺なんか au カードで MP とか特技ね少なくなるようなやつを選んでるにもかかわらずこの惨劇だからね。ちょっとやはりソロンは強かったってことにしとこうかな。ただのババナウリじゃなかったっていう。まあ今回は花持たせてやるけどよ。覚えてやがれこの野郎。そんなことでは安心して旅を続けさせられないな。瀕死の状態の子供に勝って嬉しいかソロン。
そう、悔しい、初めて負けた。負けてしまっただすね。鍛え直してまた来るがいいだす。はい、ということで今回はこれぐらいにしておこうかな。じゃあ次回はね、ちょっと白の宮殿もう一回行って、まあそこでちょっとレベル上げとかもしつつ、まあニコプチとかからね武器も買っていろいろ揃えながらね、まあ最終決戦に挑んでいきたいなと思います。いやー、とうとう終わりがマジで見えてきたな。では皆さん、二の国大好きだよと、この実況面白いよと、面白くないよと、いろんな人いると思いますけども、全員もれなくチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではありがとうございました。失礼します。